健康運動指導士が教える元気もりもり体操。皆さんこんにちは。名古屋共立病院健康運動指導士の森です。今回は認知症予防体操です。この体操は一つの動作のみを行うのではなく、声を出して数を数えたり、足も一緒に動かすなど複数の動作を同時に行うことで、より脳の活性化が期待できます。それでは始めましょう。今日も元気にレッツモリモリ。手の指を使った体操を3つ紹介します。まずは両手を前に伸ばし、1から10まで数を数えながら親指から順に折り曲げます。やってみましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではもう少し早くやってみましょう。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。指の動きに合わせて声もしっかり出すことで、より脳への刺激になりますよ。次は右手は親指を曲げ、人差し指から始めます。左手は親指からです。やってみましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？ちゃんとこの形に戻ってきてますか？それではもう少し早くやってみましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいですね。よくできました。3つ目は右手は親指から小指まで5本すべてを曲げて、小指から始めます。左手は先ほどと同じように親指からです。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できましたか？それではもう少し早くやってみましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。指の動きを頭でしっかりイメージしながらできましたか？次の体操は右手は前に伸ばしてパーに、左手はグーにして胸の前に置きましょう。合図に合わせて左右を切り替えます。やってみましょう。いきますよ。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。それでは次は1から20まで数を声に出して数えながら、そのリズムに合わせて切り替えてみましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。リズムよく切り替えることができましたか？では今度は右手はグーにして前に伸ばし、左手はパーで胸の前に置きましょう。先ほどと同じように、まずは僕の合図に合わせて左右を切り替えます。やってみましょう。いきますよ。せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい、せーの、はい。手の動きが反対になると難しくなりましたか？では1から20まで数を数えながら、それに合わせて切り替えてみましょう。右手がグーで前です。左手は胸の前でパーから始めますよ。さあやってみます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。
20。上手に切り替えができましたか？余裕のある方は足踏みも加えて挑戦してみましょう。課題が多ければ多いほどより脳の活性化につながりますよ。それでは今日はここまでです。お疲れ様でした。認知症予防には今回ご紹介した手を使った体操とともに、日頃からよく歩く習慣を身につけることが大切です。歩数計などを使って自分の活動量を把握することはとても良い習慣ですので、1日5000歩を目標に毎日続けることを心がけましょう。また体操のことや健康のことで気になることがありましたら、下のコメント欄へお気軽にコメントしてくださいね。以上、名古屋共立病院健康運動指導士の森でした。それでは皆さん、明日も元気にレッツ。